クリス・セイビンのリングネームで知られるジョシュ・ハーターは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ミシガン州デトロイト出身。地元ミシガン州にある NWA グレートレイクス。プロレスリングスクールにてトレーニングを開始し、その後スクールの経営事情もあり、カナダ・オンタリオ州にあるスクールに移る。2000年に BCW にてデビュー。その後は、インディ団体を転戦。2003年にティネに入り、 初登場の試合で X ディビジョン王座を獲得する。衝撃のデビューを飾る。翌月には、ジェリーリンを破り、ワウイをダッシュし、9月には、スーパー X カップを優勝するなど、大活躍する。2004年に入っても、2度目の X ディビジョン王者に、再度輝き、チーム USA のメンバーとして、ワールド X カップも優勝し、X ディビジョンの中心選手として暴れ回った。 2006年8月には、ゼロ、ワンマックスに参戦するため来日。アレックス・シェリーとのタッグで、NWA インターナショナルライト級、タッグ王座を保持する、日高薫人と、藤田実に挑戦し、ダッシュに成功する。10月には選手を下し3度目の X ディビジョン王座を獲得した。2007年には4度目の体幹に成功している。その後、アレックス・シェリーとのタッグチーム、 モーターシティマシンガンズを結成。2007年6月には全日本プロレスのジュニアヘビー級リーグ戦に出場し、決勝で近藤修司を破り優勝を果たした。8月26日両国国技館大会では中島克彦の持つ世界ジュニアヘビー級王座に挑戦したが惜しくも敗北した。ティネでもモーターシティマシンガンズとして人気を確立し、 日本においてもレッスルウェイドプロジェクトを皮切りに、0-1マックスにたびたび参戦し知名度を高めた。2008年10月、プロレスエキスポの大陸別タッグトーナメントに、北米代表としてエントリー、準優勝に終わるが、決勝戦も含め、甲子園を連発しさらに評価を高めた。2009年1月4日には新日本プロレスの、東京ドーム大会で、アレックス・シェリーとのコンビで、ノーリミットから、 IWGP ジュニアタッグ王座をダッシュしている。ティネのリングで3度防衛するが7月に、田口隆介とプリンスデビットのアポロ55に、敗れたイトルを失っている。アメリカに戻ると、モーターシティマシンガンズとして、タッグ戦線の前線に立ち、ジェネレーションミーや、ブリティッシュインベンション、メキシカンアメリカン、ビアマネーインク、チーム 3D といったタッグとタッグ王座を争い、構想を繰り広げ、 2010年7月にティネ世界タック王座を獲得。12月に新日本プロレスに2日間だけ参戦し、ノーリミットとアポロ55と対戦をしている。2011年1月にビアマネーインクに破れ王座から陥落してしまう。4月の試合中にアナ・アキアの攻撃で膝を痛め、5月に右膝の手術をしている。手術後も試合に出場することがなく、7月に全十字人体と、 うちが即副人体の断裂が発表され、長期間の離脱を余儀なくされている。2012年3月に復帰、モーターシティマシンガンズとしての活動を再開するが、5月にアレックス・シェリーが対談をするとタックは消滅。以降はシングルプレイヤーとして活動をするようになるが、6月に再び全十字人体の断裂とその治療のために長期離脱をしてしまう。 2013年5月に復帰し、翌月には、スーサイドから、ディビジョン王座を獲得するがすぐにスーサイドに、奪われている。7月にブリーレイの持つ、ティネ世界ヘビー級王座に挑戦、勝利して、タイトルを、初体感している。しかし、全王者とのリマッチに敗れ、初防衛を果たせず、タイトルを手放している。その後は、ベルベットスカイと行動を共にするようになった。2014年5月に、 ティネから退団したことを発表。以降は、インディ団体への参戦を続けている。2018年、新日本プロレスのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア25に、初参戦。新日本プロレスには9年ぶりの参戦となる。オールヘール・セービン足をクロスさせた、フィッシャーマン・バスターで持ち上げ、前方に道のくドライバー2のように落とすフィニッシャー。持ち上げてからタメを作ることもある。 2013年から使用している、クレードルショック相手の足を交差させての、ハリケーンドライバー。フューチャーショックチキンウィングパイルドライバーダブルアームの、体勢から相手を垂直に倒立させるまで持ち上げて、落とすパイルドライバー。オーバーイージー DDT カナディアンバックブリーカーの、体勢から DDT のように落とす。なだれ式、ジャーマンスープレックス相手が、 コーナーポスト上で後ろを向いている時に走って飛びつき、相手がうつ伏せで落ちるように投げる。ヘジテーションコーナーに、逆さつりにした相手への走り込み式、低空ドロップキック、対空時間が長いのが特徴。メイドインデトロイトアレックスシェリーとの合体2、シェリーのスライスブレッド2と、製瓶のシットダウン式、パワーボムを同時に繰り出す。タック王者時代ティネ新日本プロレス。 全日本プロレス NWA はウイ、ありがとうございます。